おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。テイルズ・オブ・ザ・リーズ新章配信おめでとうございます。今回はですね、第2部の第4章ですね。憎悪を抱く仮面の少年ですな。テイルズ・オブ・ジ・アビスからシンクが電撃参戦するという感じで参戦するんですね。今回はマーク側、救世軍側のお話っぽいですね。ではまずガチャ行きましょう。さあこちらになりますね。ステップアップガチャというのがあるんですけれど、これ課金組のためのガチャですんでね、これは引けないですね。とりあえず何回やろうかは決めてないですね。よくて3回ぐらいかな。じゃあ飛ばしましょうか。もう、あ、これキャパシティコアだよね多分。これあるか、あんまり覚えてないんだよな。画量空波が当たりましたね。これ当たりなのかな。初期装備というやつは何なんだろうね。いや、今アニスちゃんいいよ。しかもロックマウンテンでしょ。もうカントズしてるからこれ。はい。これ、ダブりましたね。あれ、まあこれは1個目はいいとして、まあ限界突破も、100歩譲っていいとして、いや、アニスちゃんが出たのはちょっと外れだよ、今回は。はい、それではやっていきましょうかね。4-1、人気のない草原。これでもう多分真空参戦かな。おい真空、そんなに腹を立てなくてもいいだろうよ。あの場でミリーナを殺させるわけには。あんたたちに協力してたのは、僕をこんな馬鹿げた死者の国に呼びつけた鏡師たちを殺させてくれるって約束だったからだ。それはマークの独断だね。悪かったよ。あんたにとってはそれが一番なんじゃないかって。あの時まで。いや、今だって。シンク、すべて話しただろう。すべての元凶はゲフィオンと僕だ。この世界を一度は滅ぼし、具現化で蘇らせようとして、異世界の人々までも巻き込んだ。恨むなら僕とゲフィオンだ。同じことさ。ゲフィオンとあの黒衣の鏡師はお仲間だろ。レプリカとオリジナルみたいなものだ。シンク、具現化した存在は似て非なるものだ。運命の分岐点から違う道を歩む自分の可能性、それが具現化された存在、リアライザーだと僕は思うよ。勝手に分岐点に放り出しておいて、よくそんな上から目線で話せるね。さすが鏡師様はお偉くていらっしゃる。なあシンク、お前の前に人参ぶら下げたのも取り上げたのも俺だ。フィルを責めないでくれ。ご主人様には忠実なんだね。そりゃそうだろ。俺はフィルの強制だ。その時が来たら僕を殺せばいい。でも今は偽善者だね。まあいいさ。マークに免じてもう少しだけ救世軍に付き合ってやるよ。それで今はどうなってるのさ。ミリーナの仲間が魔境技師のセシリーを助け出したのは知っているね。そうか。だったらガローズも今度はおとなしく言うことを聞けそうだな。セシリーがいるから帝国を出られないって言ってたんだっけ。ああ、ガローズが戻ってくれればケルケインをもう一度動かすことができるだろう。へえ、あの女のお振るなら何でも欲しいんだ。ミリーナとゲフィオンは違う人間だよ。でも直接会うのが怖いんだろ。口ではそんな風に言ってても同一視してるんだよあんたは。なんだよ、まだやり合ってんの。釣れないねシン君は。その呼び方やめてくれない、バカミコ。せめてアホミコにしといてくれよ。ゼロスさん、アルビンとシャーリーは？俺様たちのアジトに置いてきた。
アルビンもシャーリーちゃんの護衛役ならちょうどいいだろうと思ってな。へえ、あの裏切り者、目を離して大丈夫なの？ま、心配するのもわかるが、あいつはあれでも罪悪感でいっぱいいっぱいになってるように見えるけどな。苦労はしたんだろうが、根はお育ちがいい坊やなんだろ、きっと。もともとあんたたちが雇って、こっちに送り込んできた傭兵なんだ。奴を信じようが信じまいが勝手にしてくれ。フィルを助けてくれたことには感謝してるけどな。それよか俺様、どっちかっていうとシャーリーちゃんの方が気になるけどな。あからさまに何か隠してるし。君が女性を敬遠するのは珍しいね。嫌ってわけじゃねえよ。ただ得体が知れねえっつーの。あれは共栄店とかストレンジャーじゃなくてリビングドールなんじゃねえか。どうかな、それとも違うように感じるか。それよりゼロさん、ちょうどいいところに来てくれた。シンクと一緒にアスガルド帝国の帝都に向かってくれないか。一時的にで構わない、手を貸してほしい。冗談だろ、バカミコと一緒に動けっての。ゼロスさんは僕の命の恩人だよ。そんな風に言うのは感心しないな。それに単独行動よりは安全だと思うけれど、どうだろう、マークが無理なのは分かっているよね。首に縄つけられたワンコロだもんな。悲しき強制の身ですから、ご主人様を置いて遠くへ行けませんってね。シンクとゼロスさんにはテートにいるガローズを連れてきてほしい。確かクラトスさんがデミトリアス陛下の件で潜入しているはずだから合流するといい。またあのおっさんとかよ。ああ、綺麗なお姉ちゃんの仲間とかできねえかな。くだらないね。僕は一人で行く。ゼロスがついていきたいなら勝手にすれば。へいへい、勝手にさせていただきますとも、シンク坊や。大丈夫かね、あの二人は。マーク、自由に動きたいか。言っても仕方ないことだろう。それが強制だ。ごめんよ。なんだよ、それ。そんなことより、気弱な顔すんなって。ほら、笑えよ。やれやれ。すごいな、もう来たね。僕は僕の思うのに挙動、行動するだけさ。いやー、これ、なんか、人形劇の方では仮面外してたけど、お、ミッションクリアしたな。なんだろう、これ、多分、どうなんだろう。仮面外した状態で来るのかな。はい、では次に、地下通路、薄暗い道。ルカたち、無事にアジトへ行けたかな。スレイたちも一緒のはずだから、大丈夫だと思うよ。それより自分たちの心配をした方がいいかもな。え？なんで？ルカがどんな立場で戦士の館とやらにいたのか知らねえが、単なるお客さんだったなんてことはねえだろう。囚われの身だったなら、追っ手がこの通路にまで来ている可能性はあるね。ああ、そりゃそうだな。今んとこ魔物以外特に遭遇してねえけど、帝国の兵士が来る可能性もあるのか。ルークは人間を相手に戦うのはちょっと苦手みたいだね。まあな。足引っ張らないようにしてるつもりだけど、やっぱ分かっちまうのか。いや、足手まといなんてことはないよ。ただ、無理をする必要はないってことかな。だな。人間には向き不向きってもんがある。いや、大丈夫。
それにしてもアスガルド帝国ってはぐれ共栄店を集めて何をするつもりなんだろうな。さーてね、セネルたちが集めてきたのははぐれ共栄店らしき連中を帝国が片っ端から捕まえてるって話だけだからな。同じタイミングでチェスターから届いた手紙には、何人かの特異共栄店が帝都にある戦士の館に捕らえられているとあった。つまり帝国ははぐれ共栄店を集めて、その中に特異共栄店がいないか調べてるってことか。今のところはそう考えるよりなさそうだね。チェスターの手紙にも詳しいことは書いてないし。ただ本当にそれだけなのか疑わしいよ。すぐに帝国に囚われた特異共栄店を助けてほしいなんて書いてくるなんて。しかもルドガーたちを帝国に入れるなと来た。ルドガーたちは同じ共栄店でも何か僕たちとは違う部分があるのかもしれないね。違う部分か。この世界で言うところのアニマってのに違いがあるのかな。珍しく頭使ってるとこ悪いんだが、この辺じゃねえか。チェスターの手紙にあった秘密の出入り口っての。そうみたいだね。うん、壁に偽装しているけど扉がある。開けてみよう。動かねえみてえだな。ルカのことがあってからこの出入り口を封じたのかもしれないね。マジかよ。どうする、別の出入り口がないか探してみるか。ま、ここで引き返しても仕方ねえしな。ちょっくらその辺探してみるか。特異共栄店ハッシュ01か。違うな、お前たちは何者だ。まずい、怪しい奴らめ、捕まえろ。クソ、一旦出直すか。いや、チェスターがこのタイミングで来いと言っている以上、出直すのはチェスターが危険になる。だが帝国の連中がうろついてるとなるとは。誰だ。敵ではない、こちらへ来い。身を潜める場所がある。ついて行ったらブスリなんてことはないよな。そのつもりがあれば声をかける前に切っている。あれ、あんたルーク知り合いか。あ、いや、そういうわけじゃないけど、どこかで見たような。それより増援が来るぞ。戦うってんなら大歓迎だが、それでいいのか。よし、ついていこう。帝国の奴らいなくなったみたいだな。ありがとうございました。おかげでやり過ごせました。あなたは一体。私はクロトス、雇われの傭兵だ。今は雇い主の希望でアスガルド帝国の皇帝を自称するようになったデミトリアスについて調べている。クロトス、そうか、クロトスってあんたのことか。やっぱり知り合いなのかい。ほら、ロイドが言ってた。前に北の監獄で助けてくれたロイドの仲間だよ。ロイドの親父さ。ああ、そういや、そんなことも聞いたかな。ロイドのお父さんなら、僕らと一緒に来ませんか。いや、私も仕事を請け負っているのでな。遠慮させてもらう。そうですか。それにしても、傭兵ね。傭兵って聞くとうさんくさい奴の顔が浮かんでくるけど、お仲間かい。誰のことを言ってるかわからぬが、現時点ではお前たちと敵対するつもりはない。へえ。だったら当然雇い主の名前も言えないな。共栄店の傭兵を雇う奴なんてのは限られてるけどな。お前たちの目的は戦士の館に潜入することだろう。ならば、私の雇い主が誰であろうと問題なかろう。随分こっちの情報に詳しいな。戦士の館に続く隠し通路で騒いでいれば、見当はつく。そうか、そいつは失礼。
てっきりこっちの様子が気になって遠回しに調べ回ってるのかと思ってね。必要とあれば調べるが、今はその必要性はない。あの、デミトリアス陛下が皇帝を自称するようになったというのはどういうことですか？あの人はセールンド王国の国王ですよね。デミトリアスがアスガルド帝国を復活させると宣言したことは知っているな。しかし、アスガルド帝国は滅びて久しい。まだ、帝室に連なる一族は耐えていると聞く。そこで、デミトリアス自身が皇帝に名乗りを上げたということだ。幸か不幸か、この世界は具現化によって再生された。具現化された共栄点ではない人々の記憶や意志を曖昧模糊としている。比較的たやすく帝国への帰属意志に目覚めたのだろう。おそらくファントムによる最後の一斉具現化の際にも何か記憶の操作が行われただろうしな。おかげで今やこの世界の9割はアスガルド帝国の支配下にある。胸郭変動からまだ1ヶ月しか経っていないのにそんなことになってるのかよ。帝国に皇帝ね。やっぱりそういうのは好きになれねえな。デミトリアスの目的は何なんだろう。私は具現化された時からデミトリアスの動きが気になり、密かに調査を続けていた。どうもデミトリアスはダーナの予言に関する資料を集めさせているようだ。予言って、スコアみたいなもののことだろう。案ずるな。ダーナの予言はお前の世界のように絶対の未来として存在するものではない。可能性の未来史とでも言えばいいか。それすら私には前唾のように思えるが、デミトリアスは深く傾倒しているらしいな。ダーナの予言って確かこの世界の滅びについての予言ですよね。魔教と共生が世界の滅亡に関わる、そういう内容のものであるらしい。予言がどこまでの信憑性を持っているのか、デミトリアスは予言をどうしたいのか、私はそれを調べている。それが雇い主の目的でもあるんですね。そうだな。ところでお前たちの目指す戦士の館だが、この先の道を左に2回曲がるといい。南東の地下牢へ続くもう一つの出入り口がある。ではな。あ、ちょっと。って言っちゃったよ。それにしてもどことなくロイドに似てたな。そうか。それよりどうする。この先にもう一つ入り口があるってやつ行ってみよう。このままだとチェスターが心配だ。では次に地下通路、地下牢へ続く道。魔競技、今度こそ本当に決着をつけてやる。では次に地下通路、地下牢への出入り口。魔競技、飛ばしていきますか。おしまいにしようぜ、ソーガ流浪派。では次にテート・イ・ラプセル1。テート・イ・ラプセル。なあ、ここあれだろ、もともとオーデンセがあったところだよな。具現化ってのは恐ろしいね。島だの建物だの人まで作っちまうのか。ファントムが開発していたもう一つのカレードスコープの力だろうね。レプリカ以上のレプリカだよ。地獄さ、ここは。ああ、そういやお前の世界にもこういう技術があるんだよな。ミリーナちゃんのとこにいるジェイドってのが開発したんだろ。何でもコピーするフォミクリって技術を。あのネクロマンサーらしいね。鏡師のところに居候するなんて。不気味な力の開発者同士気が合うんだろう。シン君は何にでも当たり散らしたい年頃なんだね。うるさいよ。文句があるならついてこなければいい。いやいや、文句なんてねえよ。むしろ面白い。ただ一つ注文があるとすれば。何？その仮面はちょっとな、悪目立ちするんじゃねえの。俺様のこの麗しい顔を隠すためのマスクは持ってるが、必要に迫られない限りつきはしないぜ。おっと、
仮面越しにも感じる冷たい目線。へいへい、顔も隠したい年頃なんだな。ま、いいけどよ。で、戦士の館とやらはどの辺りにあるんだ？一番警備の厳重な中央区画らしいね。もともと帝室の離宮だった場所を改装して使ってるって話だ。帝室？この島はオーデンスのあった海域に新しく具現化された島だろ？たかだか1ヶ月程度で離宮を手放したのか？いや、この町自体、新しく具現化されたものにしては、作りが古めかしいな。使い込まれてるっていうか。あんた、バカなふりをしてるけど、意外とまともな脳みそ持ってるんだね。そうだよ。この島はかつてのアスガルド帝国の帝都、そのまま具現化した島なんだ。フィリップの話じゃ、イニシエの時代、オーデンセ島にはアスガルド帝国の帝都があったらしい。つまりここは大昔のオーデンセ島でもあるってわけか。だが、具現化で遡れる時間には限界があるんじゃなかったか？それに過去を具現化するって、アプローチ自体は失敗したんだろう？そう。それは変わっていないはずだ。だから考えられるのは、ファントムが開発していたカレイドスコープは、奴が望んだ通りの機能が備わっていたって可能性さ。自分の理想を投影して具現化するカレイドスコープか。想像と想像の融合。フィリップとファントムが得意にしている具現化技術だな。バカミコ、兵士が来る。隠れるよ。わかってる。あとバカミコ呼ばれはやめろっつーの。怪しい奴らがいたようだったか。背格好はどうだ？脱走した特異共栄店亜種01は、銀髪に大剣を持った少年だということだが。いや、赤い髪の男と、おかしな仮面をつけた細身の奴の二人組だった。戦士の館の関係者ではなさそうだな。どうする？上には後で報告することにして、巫女の隊列へ戻るぞ。勝手に持ち場を離れたことがバレたら、後で煉獄のリヒター様に叱られる。その呼び方もやめた方がいいぞ。お嫌いらしい。いや、しかし、ちゃんと二つの月で呼ばないと死神ディストにどやされるぞ。言ったな。どうやら戦士の館で脱走があったらしいな。こいつは厄介だ。きっと戦士の館の守りが固くなってるぜ。神殿へ行く。ああ、あいつら巫女の隊列に戻るって言ってたな。ってことは、帝国の連中、例の女神ダーナを巫女の体に宿す神おろしとやらまだ続けてるってことか。ああ、巫女は共栄店の中から適性のある女が選ばれるらしい。共栄店なら戦士の館に囚われてるはずだ。巫女の隊列を利用すれば館の中に入れるかもしれない。巫女に女神を下ろすか。どこの世界も似たようなことやってやがる。ま、ミトスが帝国側にいるならそういう発想にもなるか。ああ、あんたの世界もそうだったね。あのミトスとかいうガキが姉だか女神だかを巫女の体に宿らせようとしてたとか。あんたの世界もなかなかいい地獄加減ってわけだ。否定はしねえよ。ただ俺様はお前と違ってあの世界のことは割と嫌いじゃないけどな。行くよ、バカミコ。へいへい、烈風のシンク様。言っておくけど、気に入ってるわけじゃないよ、その呼び名。勝手に広められて呼ばれ慣れただけでね。センスのかけらもない仲間を持つと苦労するね。仲間？僕らは共同体から外れたゴミくず集団だよ。ホコリとホコリがくっつくみたいに仕方なくつるんでただけだ。あんたも似たようなもんだったでしょ。はあ、きっついこと言うね。まあいいわ、さっさとやることやっちまおうや。あ、では次にテートウィルアプセル2。魔競技、俺様の魅力にハマってもらうぜ。そして最上の愛。では次に帝都ウィルアプセル3。魔競技、見ていきな俺の全力。
ディバイン・インペイル。マジか。いや、何か来ると思ってましたよ。マジで。よっしゃ、来たぞ。これは嬉しい。ついに来ましたな。いやー、何回回したかな。5、6回回しましたね。単発で6回目ぐらいで出ました。あ、しかも、覚醒する。あー、この絵どっかで見たことあるぞ。あ、で、決戦だね。ああ、もらえたんだね。決戦の衣装ですな。来ましたね。あ、覚醒もそうだね。したからね。はいはいはい。シークレットドクトリン。ドクトリン。はあ。強いんじゃない？これ。